Merhaba Leyuha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sky High Before's Anthem ve The Pump Sky High'ın böyle Dunk şarkısının arkasındaki çekimleri izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla bu kişiler hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! Sky High さんです。ありがとうございます。Birden çok fazla kamera var ya, wow. こういうふうに一緒のカメラで映るっていうのは初めてですか？ないですよ。ないね。初めて。それこそお話しするのもそうだし、そう、今までなかったし。確かに。カメラの前で話すのが、そう、初めてです。いつもなんか、楽屋とないとかだったら話してたりとか、そう、最近どうなの？そういう話をしてた。ちょっとね、ヤクシクの中からも、胸出るおじゃんや。すごいですよ。もう次の日本が誇るべき ダンサーだからやっぱりまだ全然大きい背中があるの心強いです。もうみんなに多分必ず夢を与えてくれると思います。嬉しいです。頑張ります。ちなみに健三はこう一緒に踊ってみてどうでした？いやもう本当にやっぱりもうダンスの熱量がもう圧倒的に熱いというか、こうやっぱ愛があるっていうのがものすごくやっぱソータの踊りも見て感じるし、もうハイテクニックだし、やっぱりフィジカルの面もそうですし、やっぱりここ、まあ、根本にあるダンサーのやっぱりこうソウルっていうのをずっと受け継いでるなっていうのが、やっぱり月日変わっても何も一つ変わってないっていうのが、僕の中でも本当に、素晴らしい男だなっていうふうに。めちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。俺もやっぱり、ナスのぶっ飛んでくれまんみゃん。めちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。俺もやっぱりこう、ね、年は下なんだけど、本当に尊敬するアーティストとして、いますね。ありがとうございます。本当に。めちゃくちゃ嬉しいです。ガチ。僕が、本当ロックダンスを習い始めた頃に出会った方で、本当もう、昔からも大尊敬で、先輩というか、レジェンド、日本のレジェンド。いやロックダンスやってきてよかったな。いやもう本当光栄ですよ僕は。いやいや俺こそ嬉しいよ。なんでですか。やっぱ当時のやっぱこうルーティーンを、はい、この年月月日っていうかそれが過ぎた後に。今こういう風にお互いこうアーティストになってこうそれをスカイハイが呼んでくれてでコラボできてるっていう、いやすごい。そんなねえなんかステージただのステージなただのステージというか普通のなんか今まで立ってきたようなステージではなくてなんかすごいメッセージ性がある世に発信できる作品としてなんか復刻ルーティン復刻させるとのすごいエモいし僕は感動しました。出ていただきました。ありがとうございます。ね、
今日、うん、健三があの振りを作って、はいはい、一緒に踊ったと思うんですけど、率直な感想どうでしたか？いや、なんかあの嵐のようなスピード感だったんで、そのよし覚えてやんなきゃってやってたんですけど、その本当にサイファーで踊ってる最中に、うん、なんかすげえなこの景色うん、健三さんのコレオを健三さんと健三さんで、健三さんとソータの関係とかいろいろ考え、いろいろエモくなっちゃって、それがもうなんかすごいエモいなぁと思いながらこう回してました。いや、なんかすごい感慨深くて、でやっぱりこう歌見の映像というか渡した時に、もう今日もう振り練習時に完璧に入ってたんで、もう言うことないなっていう。ありがたいです。さすがでした。全然もう熱い解説までいただいたんで、頑張んないと思って、行きの車でずっと見ながら、健三さんめちゃくちゃ可愛い、健三さんめちゃくちゃ可愛い。何？いや、でも本当に楽しかったな。はい、なんかサイファーすごい楽しかったな。何なんでしょうね、なんか。いや、なんかそれがこう純粋になんかこうサイファーの魅力っていうか、音楽とかこうダンスがですよね、一つにこう繋がる瞬間が、これはでもあのスカイハイというか、まあ、日高くん発信でパッてこう、はい、サイファーにパッてこう出た瞬間に、まあ、一個こうフリーズした瞬間あった。あそこからみんながふざけが、そう、みんながこういう風に踊ってもいいんだっていう、確かに感覚になれたというか、確かに確かに、あの前までもうちょっといい意味でも緊張感あったっすね。そうそうなんです。なんかかまさなきゃっていうところあったけど、ダンサー同士が集まってるからかっこよく踊んなきゃっていうのが俺が唯一できるパワームーブやるからっつって、いやでもあそこでファッてこういってバーってやって、でしたら、そう、そしたらドカーンみたいな、みんなのこう空気感っていうのが、あれ面白かった、あれはすごいなっていう、嬉しい、なんか無謀さを大事にしようって思いました本当に、うん、無謀なことばっかやってきてる気がするけど楽しいな。健三さんはでも本当に自分がザ・ファーストとか やり始めた頃くらいからすごい気にかけてくれてたんで、わああるわ、101とかなタイミング一緒だったりしたんで、ちょうどそのタイミングで何で会ったんでしょうか、何かでお会いしたんだろうね、現場で、現場で、それでその時になんかまだ両方終わってなかったんで、確かに、それでエールをこういただいて頑張ります。Let's go! Güzeldi, güzeldi, ben beğendim ya. Tatlıydı, güzel sohbetlerdi. Neyse abi, videonun sonu değilim. Daha fazla Anthem, BeFirst, Skyhigh veya The Pump hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Şimdiden sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.